奈良若草山のふもとに広がる広大な緑地は、大和一国を数百年も支配した巨大寺院興福寺。710年平城京遷都とともに藤原氏の宇治寺として造営されました。奈良時代、時の天皇や皇后によって建てられた国宝東金堂と五重塔。さらに数多の仏像などの国宝も集まる興福寺には、天平の文化の美を代表するといわれる塑像があります。国宝阿修羅像、仏に仕える八部衆と呼ばれる神々の一人。華奢な体、六本の腕、三つの顔が見る者を引きつけます。向かって左側の顔は唇をかみしめ、怒りの厳しい表情。反対側は唇を引き結び、忍ぶ慈愛の表情。そして正面は眉を寄せた憂いの表情。少年から青年へと成長する時のような内面のこみ上げる不安、あるいは遥か彼方の真理を探し求める敬虔な表情にも見えます。もともと古いインド神話の魔人だったアシュラ、常に戦いを続ける悪い鬼でしたが、仏の教えに帰依して仏法の守護になったとされます。その説話以上の魅力をもって迫る興福寺阿修羅像。それは日本美術の青春時代を象徴するとまで言われてきました。その元の色は長年のほこりやろうそくのすすなどによって色あせ、うかがい知ることはできません。ところが驚くことに、1200年前天平時代当時の色を首筋や耳の裏、脇などにわずかながら垣間見ることができたのです。さらに剥げ落ちた箇所をよく見ると、鮮やかな炎炭色がのぞいています。1986年、この阿修羅像を天平時代の姿に復元しようとするプロジェクトが立ち上がりました。阿修羅像は脱滑乾漆作りと呼ばれる方法で作られています。まず木の芯に藁などを巻きつけ、その上に粘土をつけて成形。その上から麻布を漆で貼り付けて固めます。これが乾漆です。ここで中の木の芯と粘土を取り出し、腕を差し込みます。次に木の粉と漆を練ったもの、黒層を塗り、モッソや装身具に金箔を貼り付けます。顔や腕などの下地に白土という白い顔料を塗れば、いよいよ彩色の工程。彩色は日本画家の故林勲氏が中心となり、数人の修復家が携わりました。
中でも最も長く阿修羅像に接していたのが加藤純子さんです。尾張名古屋の象徴、名古屋城。ここでは戦災で焼失した本丸御殿の復元作業が進んでいます。加藤さんは現在その御殿を飾っていた障壁画の復元模写を担当、多くの模写画家の指導をしています。阿修羅像をはじめ数々の国宝を復元してきたこの道の第一人者です。加藤さんの復元はまずルーペを使って顔料を精密に調べるところから始まります。それはもうかなりの正確さで、どんな絵の具なのかは特定できますから、そうしたものを昔はそのまま貴重な鮮やかな高価な絵の具をその鮮やかな色そのままに塗っていたっていうことは確かですから。Kōfuku-jiの阿修羅像は髪の毛が金の線で描かれ目も青かったといいます。また肌の色や衣装には明るい赤が用いられていました。そこに炎炭色が使われていたのです。阿修羅像は白土を塗った上に炎炭色を塗り重ねていました。それはなぜでしょうか。炭の発色を良くするために、鮮やかなオレンジを得るために塗ってあるものですね。上に来る彩色の彩度を高めるために白く白土下地を置くわけです。白土の上に炎炭色を塗り彩度を高めていたことが分かった阿修羅像。実はその上にさらに朱色も塗り重ねていたのです。では炎炭色の上に朱色を塗り重ねることはどんな効果があったのでしょうか。復元制作の時と同じように塗り重ねてみます。朱だけ塗った場合と違いまして、下に炭があることによってやはりこう内側から輝き出してくるような輝かしい色が得られますから、ある種その赤に生命力を添えるとでもいうような強い輝きが得られますから、そういうことを目指してそういう塗り重ねをしたものと思います。神聖な赤を生命の輝きのような色に表現。インド生まれの異国の神の特徴を天平の日本人はこの色に託したのです。阿修羅像の復元模刻が完成したのは1991年秋のことでした。福岡太宰府市にある九州国立博物館、阿修羅像の復元模刻はここに展示されています。目にも鮮やかな赤い肌、身を包む赤い衣、金が施された装身具、そして金の髪と青い目、これが天平の人々が見た阿修羅像です。久しぶりに再会した復元阿修羅像。Kōfuku-jiの阿修羅像がかつて鮮やかな色だったことについて蘇らせた加藤さんは、暗いお堂の中にあっても効果を表すような輝かしい色で塗られているっていうことだと思います。ろうそくの光などにとても美しい温かい、またこうエネルギーを感じさせる色に発色してその色によって力を得ていると思います。
国宝阿修羅像に塗られた炎炭色。それは表面の色を引き立て、しかも自ら光り輝く生命力に満ちた色なのです。